どうもベニマルでございます。早いもので2021年も終わりということで、自分が今年買ったいろんなギター系の機材の中で特に買ってよかったものベスト10を紹介したいと思います。今年はこういうのね、ずっと探してたんですわという機材が結構出てきたり見つけることができたので、個人的にはここ数年でもかなり豊作の年になりました。早速10位から見ていきましょう。まずはソースオーディオのキングメーカーファズです。こいつはデジタル制御のファズで、1台でビッグマフとかファズフェイス、オクタビアなんかの音をプリセットして1人で何役もこなすことができます。これのすごいところはエディターによってめっちゃ細かく音を作り込めるところにあります。ミックスで使うレベルのガチガチのパラメトリック EQ をかけれるので、自分の出したい音とか似せたいファズなんかに応じてキャラクターを組み上げることができます。いろんなファズ使いたいけど機材はコンパクトにしたい、でもマルチエフェクターのファズだとちょっと正直満足できまへんと、という贅沢な人間にぴったりの機材ですね。これ最近手に入れたばかりなのでまだ使い込めてないんですけど、こいつでボードのスマート化が図れたらいいなと思ってます。お次はオークスの壁掛けギターハンガーです。ギターを壁に掛けるとそれだけでスタイリッシュさ10割増しと言ったところで、ぶっちゃけね Amazon で適当に選んで買ったんですけど、意外というかなかなかに満足度高しでした。壁に掛けると見た目ももちろんですけど掃除が楽だったりとか、あと空間を広く使えたりとかね、結構いいことがいっぱいあります。壁掛けというと賃貸だとちょっと手を出しづらいですけど、このスタンドはすんごい細い釘で固定するので場合によっちゃ賃貸でも大丈夫かもしれません。まあ、釘細いとはいえね、いい感じに斜めに打つので安定性もめっちゃあります。結構雑に使ってるんですけどトラブルの気配も全然ないのでね。ちなみに、まあ、本来茶色いプレートなんですけど自分はグレーに塗ってます。お次はポリエフェクツのビーボー。こいつは最近動画を作ったので詳しくはそちらを見てほしいんですが、このチャンネルではおなじみのゾイヤ、ビーボーはこのゾイヤをタッチスクリーンにして操作性を増したようなイメージです。ゾイヤを使ってると例えば今プリセットの中何がどうなってんのか分かりづらかったり、あと変にセッティングに手間がかかるところがあったりね、そういうゾイヤのここがこうだったらなぁという点をビーボはだいたいカバーしてくれてるので、まあ、ゾイヤをね使ってる人はもちろん、ゾイヤ興味あるけどまだ使ったことなかったよという人はビーボをねチェックしてみてください。ただし現状海外からしか買えませんと。自分はまだ正直ゾイヤに慣れすぎててビーボ本腰入れて使い込めてないんですけど、今後がっつり使っていこうと思ってます。お次はディザスターエリアのミディベイビーです。ゾイヤみたいなミディ対応の機材とかマルチを使い込んでくるとより使いやすくするために外部コントローラーが欲しくなるんですよね。スイッチで簡単にパッチを切り替えたり、まあ、パラメーターをジャンプしたり、自分の求める機能を実現するためにミディコントローラーは役立ちます。でこのミディベイビーはめっちゃシンプルなミディコントローラーで、カスタマイズできるスイッチ1つとエクスプレッション端子1個だけの必要最低限のねコンパクトコントローラーです。自分の場合ミディベイビーを押せばゾイヤのパッチ送り、長押しで先頭に戻るといった使い方をしてるんですけど、
何よりもゾイアに限らずマルチって大体エクスプレッション端子が1個しかないんですけど、ミディベビーを使うと2つ目のエクスプレッションペダルを使用できるので、エクスプレッション大好きマンにはありがたいですね。お次はストライモンのオーハイ。これの気に入っているところは、もちろんサプライとしてのクオリティが高いのは当然として、ケーブル1本で電源を拡張できるというところがいいんですね。個人的に汎用の電源ケーブルを使い回せるというか直接させるパワーサプライが好きなので、最近は同じストライモンのズーマを使ってるんですけど、急にエフェクトが必要になったり、今週の演奏ここワウでお願いしますとかなった時に雑にパッと電源を拡張できるというのはめっちゃ助かってます。謎のステッカーを貼っちゃうくらい気に入ってますね。サーのリア用ハムバッカーのソーンバッカー。自分のサーのギターにデフォルトで乗ってたピックアップがしっくりきてなくて、以前にサーのハムバッカーをいろいろ弾き比べる動画をやったんですけど、その結果めっちゃ好みだったのがこのピックアップでした。かなり明るくてご機嫌な感じのピックアップで、出力もそれほど高くはないので誤解を恐れずに言えばテレキャスっぽい感触があると個人的には思ってるピックアップです。なのでね、自分のように普段テレキャスがメインだったり、あと SSH のストラトなんかに乗せてもしっくりくるピックアップだと思います。こいつをね乗せたことでこのサーはかなり使いやすくなって、いろんな方面の業務用ギターとして頑張ってくれてます。次はワンコントロールの DC ポーターナノ。これ USB からエフェクターの電源を取れるサプライですね。主に録音とかでエフェクターをちょい使いしたい時に地味に役立ってます。ちょっとエフェクター挟みたいけどコンセントが余ってないとか、あと出先で録音とかする時の緊急用としても嬉しいですね。カバンにも入れておきやすいサイズで、ノート PC とかあとモバイルバッテリーからね給電できるところがグッドです。ノイズとかをねシビアに考えると、まあ、あんま常用はおすすめできないんですけど、軽く使う分にはね地味に重宝するアイテムです。3位はアドベンチャーオーディオのアウターリングスです。これずっと前から欲しかったけど全然売ってなかったんですよね。簡単に言うとやたら多機能なリングモジュレーターです。エクスプレッションペダルつなげたりとか、内蔵の LFO でモジュレーションできたりと、まあ、およそ考えうるリングモジュレーターの要素がふんだんに盛り込まれたペダルになってます。まあ、こんな感じのねめっちゃ破天荒なサウンドが作れます。リングモジュレーターって地味に物によって音が全然違うので、自分のイメージ通りのかかりをするやつを探すの大変なんですけど、アウターリングスはエグくかけてシンセっぽい感じも出せるし、あと音程感をねちゃんと保てるラインを攻めやすいところが気に入ってます。2位はオーディオテクニカの赤外線ワイヤレスヘッドホンです。これはねちょっと分かってくれる人多いと思うんですけど、デスク周りをスマートにしようと思った時、ヘッドホンのケーブルってめっちゃ邪魔なんですよね。だからといって Bluetooth のワイヤレスヘッドホンだと遅延があるので、ギター演奏のモニターにはちょっと厳しいと。そんな中出てきてくれたのがこのヘッドホン。赤外線式ということで遅延はまあ全く感じないですね。で意外っちゃ失礼なんですけど、音もねかなり良くて、そのまま録音のモニターとかミックスに使えてます。赤外線なんでね、隣の部屋とか行っちゃうと音切れるんですけど、まあ文句なしにおすすめの一品ですね。こいつを機にいろんなブランドから赤外線式のヘッドホンが出てくれると嬉しいなと思います。そして栄えある第1位はモーニングスター ML5 です。いや本当にね、こういう機材がずっと欲しかったんですよね。これも単体で動画にしてるので、詳しくはそちらを見てほしいんですが、簡単に言うとフットスイッチを取っ払って超コンパクトにしたプログラマブルループスイッチャーです。まあ、スイッチがないと何が嬉しいのかというと、まずスイッチャー自体がコンパクトにできる。そんで機能をカスタマイズできるMIDIコントローラーを使ったり、
ゾイヤみたいなマルチデバイスを司令塔にしてコントロールしたり、あとライブしないから足で踏む必要もないよという場合なんかは手で操作できるただただコンパクトなスイッチャーにもなりますね。MIDI に関する最低限の知識は必要ですけど、それさえあればね、可能性無限大の超便利アイテムですという感じで、今年買ってよかった機材ベスト10でした。完全に自分の好みで選んでるので、中にはね、あんま人にはおすすめしないものもあるんですけど、1位2位あたりはね、本当に満足度高しなので参考になれば幸いです。最近はね、ご時世柄とか、あと部品の値上げなんかもあって、どこのブランドも製品作るの大変そうだなという感じがあるんですけど、負けずにね、来年も刺激的なアイテムをリリースして、盛り上げていっていただけるのを待っております。個人的にはエンプレスゾイヤ2をね、待ってます。ということで、今年も1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。良いお年を。